この動画ではアルマジロ640の拡張インターフェースを使用してスイッチや LED、照度センサーを接続し GPIO での入出力や I2C でデータ通信を行うアプリケーションを作成してみましょう。アルマジロの開発要素として拡張インターフェースにつながる外部基板の作成などのハードウェア開発、デバイスドライバーの適用や端子機能の設定などのカーネル・デバイスツリーの開発、既存パッケージのインストールや独自のアプリケーション作成などのアプリケーション開発などがあります。この動画では実際にアルマジロ640とスイッチや LED、 センサーを接続するハードウェアの部分とカーネル・デバイスツリーで I2C 通信を行うためのドライバーの有効化、I2C 端子の有効化の方法についてご説明します。アプリケーションの作成手順については次の動画で紹介します。まずはアルマジロ640の端子のどこにどの機能を割り当て可能かを確認してみましょう。アルマジロ640のマルチプレックス表は当社のウェブサイトよりダウンロードできます。マルチプレックス表の表記はこのようになっています。今回スイッチと LED で使用する GPIO の端子はこちらのコネクタ Q の13ピンと28ピンを使用します。照度センサーに使用する I2C の端子はこちらのコネクタ Q の4から6ピンを使用します。端子の設定を行っていないため現時点では接続しませんが、今回スイッチと LED はこのように接続を行うことを想定しています。照度センサーはこのように接続を行うことを想定しています。カーネル・デバイスツリーの設定方法です。カーネル・デバイスツリーの開発には ATDE を使用します。この動画では ATDE7 がすでに起動可能状態であることを前提にご説明いたします。 ATDE の起動方法に関しては第4章開発環境の構築をご参照ください。まずはカーネルのカスタマイズ方法をご説明します。 Linux カーネルと initramfs アーカイブのソースコードを用意し、 Linux カーネルのソースコードアーカイブを回答します。回答した Linux カーネルのディレクトリに移動し、initramfs アーカイブへのシンボリックリンクを作成します。アルマジロ640 devconfig を指定して make コマンドを実行するとカーネルの設定がデフォルトになります。初めてカーネルをビルドする場合や意図的にデフォルトに戻す場合に実行します。今回使用する I2C のドライバーは標準で有効化されていますが、カーネルコンフィギュレーションの使い方の参考として I2C ドライバーが有効化されているかを実際に確認してみましょう。メニューコンフィグを指定して Make コマンドを実行するとカーネルコンフィギュレーションの画面が開きます。カーネルコンフィギュレーションの操作方法としては、上下キーでメニューの選択、左右キーで動作の選択、スペースキーでオプションの選択、エンターキーで選択されている動作を決定できます。まずデバイスドライバーズにカーソルを合わせ、セレクトを選択してエンターキーを入力します。次に I2C サポートにカーソルを合わせ、セレクトを選択してエンターキーを入力します。 I2C サポート内の設定が有効になっていることを確認します。確認ができたらカーネルコンフィギュレーションが終了するまで Exit を選択してエンターキーを入力します。今回設定を変更していませんが、設定を変更した場合はこのように設定を保存するかどうかの確認がされます。続いてデバイスツリーの設定を行います。今回
アットマークテクノが提供している ATDTWeb というデバイスツリーを GUI で簡単にカスタマイズ可能なツールを使った設定方法をご説明します。sudo apt-get install ATDTWeb を実行し、ATDTWeb パッケージをインストールします。このくらいの容量を使用するが大丈夫かという確認は、今回 Yes を選択するために Enter キーを入力します。インストールが完了したら、アクティビティから ATDTWeb を起動し、アルマジロ640を選択します。続いて、コンフィグレーション済みの Linux カーネルを選択して、OK をクリックすると、ATDTWeb が起動します。ATDTWeb が起動すると、このような画面が表示されます。ATDTWeb では任意の機能をドラッグ&ドロップすることで各ピンに機能を割り当てることが可能です。それではまず I2C2 をコネクター Q の46ピンに割り当ててみましょう。続いてコンソールの出力に利用する UART1 をコネクター Q の5ピンに割り当てます。機能の割り当てが完了したら、右上のセーブをクリックしてビルドします。デバイスツリービルドを表示されると、 DTS および DTB の生成が完了です。 ATDTWeb でビルドした DTB、DTS はアーク、アーム、ブート、DTS 以下に保存されています。今回作成した DTB イメージをアルマジロに書き換えることで、コネクター Q の4、6ピンに I2C2 の機能を割り当てることができます。第9章、イメージの書き換えを参考に、アルマジロ640の DTB を先ほど生成した DTB に書き換えてください。すると、このように、I2C1 のデバイスファイルが確認できます。DTB の書き換えが完了したら、アルマジロの電源を切り、実際にハードウェアの接続を行います。今回、コネクター Q の13ピンにスイッチを接続し、28ピンに LED を接続しました。ショートセンサーは、コネクター Q の4、5ピンに接続しました。今回、スイッチと LED、ショートセンサーを別々で紹介しますが、使用ピンは重複していないため、同時に動作確認を行うことも可能です。ハードウェアの接続が完了したら、アルマジロに電源を投入します。次の動画では、実際にアプリケーションを作成して、動作確認をしてみましょう。